はい、どうも覆面ぼっちです。もうだいぶ前から続いておりましたアニプレックスさん UFO テーブルさんグッズ、まだ残ってるんですけどそう、そっちをね特化してこう動画をお届けしている最中ですね、もうこれはね一応なるべく早くに動画としてお届けしたい。もうそうしないとどんどん過ぎ去っていっちゃうから、目まぐるしいこのイベントグッズラッシュにもう過ぎ去りし時の中でですよ。わかんない、意味がわかんない2、3ヶ月経った後に、あ、そういえばあったね、かわいそうじゃんはい、ということでね、今回はもうこちら鬼滅の刃アドバージモーションの第6弾になります。ありがとうございます。長らく続いているシリーズの第6弾、もう刀鍛冶の里編からのまあキャラクターのラインナップがね、主たるシュッいや、さっき、オモタルって言ってたのに、いや、だオモタルってなんか表現おかしいかな、やっぱシュタルって言った方がいいかなと思ったら、シュって出ちゃった。シュタル、キャラクターたちがラインナップしております。ワンボックス、お迎えしておりますので、早速開封していきたいと思います。こちらはランダムグッズではございませんので、はい、どのパッケージにどのキャラクターが入っているかっていうのがね、ちゃんとね、わかるという、とても良心的なグッズとなっております。はい、ということでね、今回改めてラインナップを紹介していきたいと思います。無一郎くん、みつりちゃん、源也、かなお、葵ちゃんの全5種が登場しております。葵ちゃんをね、じっくり見ていきたいと思います。フィギュアと台座、そしてそれを支える支柱の3パーツの構成となっております。アドバージモーションはね、まあこういったブラックのプラ製でできた、それぞれのパーツとなっております。まあこれも初段からずっと続いているっていうかね、ごめんなさい、ものになってるので、ごちゃ混ぜにして並べても、違和感はないと。もうめちゃめちゃクオリティ高いですね。初段から続くこのサイズ感、まあ大体二等身サイズになっていて、体周りとかもねぷっくらした感じに仕上がっております。まあそこがね、ちょっとデフォルメ感もあったりとかして、まあ可愛らしさもねすごい出てるんじゃないかなと思うんですけど、フィギュアの前高は約5センチと、まあしっかりこうねキュッと、まとまったフィギュアではないかなと思います。腰に手を当てて、ちょっとね、前のめり姿勢になって、こう、むっと、まあ、勝ち気なね、ところが出ている葵ちゃん。大体ね、葵ちゃんってこういう姿勢でお話しされてるようなイメージがあるんですけど、アドバージモーションの輪郭はね、少し頬がね、こう張ったような感じ。まあ、エラがね、ちょっとこう出てるような、お顔をされてるんですけれども、このね、むっとした表情の顔つきをつけてくれることで、そこの部分もね、ちょっと緩和されてるような感じもありますね。肌は成形色、眉毛や瞳の部分。はプリントで表現されておりますけれども、細かいシワの部分まで、眉頭の太めに描かれたところから眉尻にかかってこう細くなっていくようなね、細かい表現なんかもされております。へのじ口にこう曲げた口元、ここも溝彫りではなくて少しオレンジ目のね色でプリントが入っております。ここもなかなか面白い表現じゃないかなと思うんですけど、大体ねこう溝が彫ってやると輪郭の部分が際立つようになるんですけど、比較的こうなだらかなね。ただね、ここがうまいんだよね。やっぱ鼻のね、この突出したね、感じ。まあデフォルメでも、まあここまでのね、鼻の高さというか高低差の部分を出してくれております。髪の毛の部分は塗装が入っておりますね。少し青みがかったブラックという感じでしょうか。そして真ん中にはね、分割線が入っておりますけれども、ここも正面から見た時でもね、サイドから見た時でもうまく隠れるような、作り込みとなっております。食玩でね、これだけの細かな配慮をしてくれてるっていうね、なかなかこれは良質なフィギュアではないかなと思います。髪飾りの部分も、縁取りの部分、そして中の部分、それぞれ色分けされていたりとか、上に着ている、まあ、割烹着みたいなエプロン姿みたいなね、ここの部分もねホワイトで塗装が入っております。結構ね塗膜が厚めに塗られてるっていうことで、下地の部分というところは透けることなくね、色分けがされております。回復のボタン部分、光沢感のあるシルバーでね、ちゃんと塗装が入っております。溝彫りがね結構深く入っているので、墨入れ等がなくても衣服のシワの流れっていうところがねはっきり見える形になっております。これはすごいね。はい、ということでスタンドにセッティングしてあげるとこのような感じになります。アドバージモーションっていうのも、まあその名の通り、モーションがついたフィギュアということなので、まあ巣立ちの表現ではないんですけれども、そう、結構日輪刀をこう抜刀した姿とかね、まあ躍動感あるものを大体こうコンセプトにしたミニフィギュアになってるんですけれども、だけどあえてこうモーションをつけてあげるとしたらっていうところを考えると、やっぱりこのポージングもやっぱ一番
葵ちゃんらしいのかなというふうに思います。はい、続いてはカナオになります。フィギュア、台座、そしてそれを支える支柱の3パーツの構成となっておりまして、葵ちゃん同様、アドバージモーションにしては珍しい、すだちに近いようなね、ポージングをされているんじゃないかなと思います。第何弾か忘れてしまったんですけれども、こちらが過去弾のカナオになります。これね、よく見てみると、目元のプリントだとか、眉毛のつき方なんかは、前弾のものとかね、過去弾のものと全く同じパターンとなっております。おそらくプリント部分はそのまま過去段をね流用しているんじゃないかなというふうに思ってるんですけれども、口元パンもう付き方一つだけでね表情がだいぶ変わるんだよね。で、今段の方が少しね頬の部分というかエラの部分がシャープに削ってあるような感じがしますので、金型自体も過去段からね少しずつ修正を加えて、今回のね金尾を完成させたのではないかなというふうに思っております。前髪の部分も、今段の方が少しね上の方向に短くねこうカッティングされたような感じになっておりまして、バサッとねあの毛量が多いところっていうのも少しね隙間を作ってくれることで、下がり眉のね加減なんかも見ることができます。基本的にはワントーンの髪の毛のね塗装となっておりますけれども、蝶の髪飾り部分も、まあ、これだけ鮮やかに、あとね溝彫りも深く、彫られております。胸元に持ってきた手元、ここもね、はい、指先一つ一つがねしっかり造形されております。大福の色合いは鮮やかな紫、再現度めちゃめちゃ高いと思いますスカートのひだの一つ一つもあえてねこう縦線方向じゃなくて斜めにこう線を入れてあげることで、ふわっと風になびいたようなところっていうのもねうまく表現されてるんじゃないかな。そして内股加減よくできてるよね。結び紐なんかもね一つ一つ塗装が入ってるよすげえ。この二等身サイズに合わせて足元とかもねちょっとこう太めに、はい、できておりますので、まあ、デフォルメ感バッチリ出てるんじゃないかなと思います。すごいよね。なんかやっぱりこう作り自体も過去段よりもやっぱ細かく仕上がってるんじゃないかなと思いますね。すげえ。続いては原野をちょっと見ていこうかなと思うんですけれども、パッケージのサンプル絵となっております。デフォルメ色があるにしてもちょっと似てないかなというふうに思ってるんですけれども、まあねフィギュアを見てみるとこれがねまたあれれみたいな感じになってるんじゃないかなと思うんですけれども、あーやっぱり本物の方がいいや。本物っていうか実物原野はねフィギュア自体が2パーツの構成に分かれているのと、台座、それを支える支柱の部分ということで4パーツの構成となっておりますけれども、うわすげえかっこいいね。こっちの実物の方が原野らしさっていうところがすごい出ておりますね。アイラインのね縁取りの部分とか、目尻のね吊り上がった感じ、まあ、目の周りのシワ部分もちゃんと細かく描かれておりますし、まあ、吊り上がった眉毛のこのガキガキになってるところ、ここもねちゃんと表現できておりますね。血管の浮き出具合なんかも、ボコボコしたようなね、作り込みになっていたりとか、パカッとね開口している口元なんかは溝彫りで再現されております。それぞれの塗装部分というところもねとても綺麗に仕上がっておりますね。顔周りの傷なんかはプリント、これはめちゃめちゃいいね。斜めから見たところちゃ斜めから見ても目元のねこの吊り上がり具合とか目の焦点の合わせ方っていうところもバランスよくできてるので、どの角度から見てもらしさが出てる。すっげえいいね。輪郭自体はやっぱりちょっとこう下膨れ感が出てますので、ちょっと可愛らしさなんかも出てるんじゃないかなと思うんですけど、ぐんとね上に上がりながら左方向にねキルキルキルっと流れていくような流れと、キルキルキルでもないかソフトクリームのねあの先っぽみたいな感じなっておりまして、それぞれの髪色の、塗り分け自体もねちゃんとできております。うねうねねるねるねるねみたいになっちゃう。違ううねっているねこの毛束の部分とかも、いやよくね外跳ねしながらこう横にサイドに展開してる作り込みになってるなっていう感じですけれども、モーション付きということでバリバリの戦闘スタイル、南蛮獣と日輪刀の二刀流。原野の日輪刀はね多分標準的なあの刀の色合いじゃないかなと思うんですけど、ブラックの塗装だったりとか刃先の部分は、シルバーで、ね、色分けされております。そして鐔や柄の部分、ここもね結構渋めの、ゴールドで塗装が入っておりますけれども、発色自体はね結構きらびやかに輝いているんじゃないかなと思います。そして南蛮獣、艶消しと、光沢と、まあ、それぞれ使い分けてくれております。ここもねすごい細かいんだよ本当に。大福の部分はちょっと緑がかったような
色合いになっている。踏み込み方なんかもね、なかなかいいんじゃないかなと思います。どの境目の部分にはね、大きな溝彫りが入っておりますけれども、おそらくですけど、それぞれのまあ塗り分けをするガイドみたいな役割もなってるんじゃないかなと思います。そして背中に携えている鞘の部分、はい、この発色具合、このテラテラした感じ、ここでね、まあ、質感の違いっていうところもね、出してくれてるんじゃないかなと思います。めちゃめちゃかっこいい。ゲンヤはアドバージモーションで初ラインナップになるキャラクターではあるんですけれども、初参戦と感じさせない、もうこの堂々たる入れ立ちめちゃめちゃいいよね。ジューシーもっとレビューがぶりよ。ありがとう。どのタイミングで出てくるかわかんないんで最近出てこないと思ったらヤジのように飛んでくる続いて無一郎くん、こちらを開封していきましょう。場面の切り取りがいいですね。邪魔になるからさっさと逃げてくれない。小鉄くんとかもいたらもっとね、あの雰囲気がこう出せる。ギャン。やっぱりいいね。フィギュア、そして右腕、台座、それを支える支柱の4パーツの構成となっております。無一郎くんも組み立ては至ってシンプルですね。ここに差し込んであげれば、いや、シンプルなの、シンプル。うわ、すげえかっこいいんですけど。キリッとしたお顔立ちの無一郎くん。いいですね。結構眉毛のラインもね、太めに入っていたりとか、くんと、鋭角に入った感じ。鏡ながらも、ぐっと上方向を見つめている無一郎くんっていうところがね、お顔周り、プリント部分で表現できてるんじゃないかなと思います。くっとね、入ることでね、バサってこう、遠心力でね、髪の毛がね、こう、円状になびくっていうね、ここもね、めちゃめちゃ細かいですね。ギザギザとした溝彫りがされていて、淡いエメラルドグリーンで塗装が入っております。スタンダードなね、この黒髪の部分も、それぞれ単色でね、塗装が入っております。中心に向かって両サイド流れていくような髪型をされてるんですけれども、モーションに合わせてサイドにこうなびいてる。サイドから見ると、わさっとね、裾から巻き上がっている。この展開の仕方、すごくない？もうドラム式洗濯機で回ってるかね、このね。ぐるぐる回った髪の毛の流れ。臀部の膨らみから、大腹のシワの流れ、そして袖のたわみ方。これはね、ちょっとね、前傾姿勢にもなってるんですけど、この小さい体、すべてで表現されております。刃先の部分はシルバー、そして反対目のところは、少しね、こう水利また出たよ。メタリックの、スカイブルーって言った方がいいのか。こうシルバーがね、織り混ざることで、緑がかったような感じに見えるのかなとかね。これすごいよ。台座にセッティングするとこのような感じになります。フィギュアが浮くことなく設置できるという。まあ、この安定した製品。すごいよね。はー。よくできてるよね。お伝えしておかなければならないところがありまして。尖った鼻先の部分。少しね、色がついてるように見えませんかね。まあ、持ってらっしゃる方もね、今一度こうじっくり見てもらえればいいかなと思うんですけど、これはね、不良品ではございませんので、ご安心ください。塗装ミスでもありませんので、ご安心ください。まあ、フィギュアはね、樹脂製でできておりまして、鼻先のね、突出部分がね、すごいね、鋭利になっております。細ければ細くなるほど、使われている樹脂の面積も、おのずと少なくなるので、樹脂が透過しているだけでございます。正面をね、見た時に、鼻先が透過していることで、鼻筋が通ったようにも見えますよね。はい。これぞ、ミニフィギュアマジックでございます。まあ、そういう見方をすると、またね、フィギュアの楽しみ方ができるんじゃないかなと思います。大丈夫です。仕様です。そして最後は、みつりちゃんになりますよ。すごいね。めちゃめちゃ飛び跳ねてるね。ではすいません、あ、ギャムがありますね。これみつりちゃんのギャムですかね。シュルシュルシュルと、あ、ちゃ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 、わー、かわいいわ、すげー。フィギュア本体、台座、それを支える支柱の3パーツの構成となっております。じっくり見ていきたいと思うんですけれども、まあかわいいよね。身軽さ、もうアクロバティックスタイルなね、みつりちゃんが造形されております。躍動感がすごいよね。だって手足すごい短いんだけど、これだけね、腰の軸のひねり方とかね、羽織のなびき方、それぞれの関節の曲げ方で、これだけの再現ができるんだもんね。三つ編み部分のなびき方。ここもまたね、無一郎くんとは打って変わって、一つはね、内巻き方向。そして、もう片方は前方向に展開していくような流れだったりとか、後ろ髪に至っては、こう、ねじれるような回転があったりとか。
それぞれ3方向で独特な動きをされております。ピンク、黄緑のね、このはっきりとした色合いの中間色に当たるような色合いを使ってくれてるので、塗装面に関してはめちゃめちゃ綺麗に仕上がってるんじゃないかなと思います。そしてみつりちゃんもクンと眉毛を上げて、瞳部分をね、ランランとしたような表情、にんまりしたこの口元、すっごい可愛いね。はぁ、よくできてますね、これはもう羽織の部分は塗膜の厚い綺麗なホワイトでね、塗装が入っております。少しね、はい、丸みを帯びたような裾部分だったりとか、たわみ方を表現してくれてることで、デフォルメ感を強調してくれてるものの一つではないかなと思います。頬の赤らみが割愛されているっていうところは、これまた面白いところでね、今から戦闘が始まるっていう部分のね、ここの境目の部分っていうところをね、うまく表してるんじゃないかなと思います。そしてこちらのスカートの揺らぎもね、いやすごいね、これ両足をキュッと寄せて片足をね乗せてるようなモーションになってるんですけど、前に突き出してる足元部分に沿うようにスカートもこうなびいてる。かー、これはすごい、あ、ちょっとこれはちょっとすごいね、影に隠れてね見えなかったんだけど、隙間からね、この、みつりちゃんのま、そういうなんかあれじゃないですか、こういうね、まあ雪見大福みたいなね、そこの部分もねちゃんと造形されていて、基本的には、ね、肌は成形色になってるんですけど、この胸元の部分にか、胸元ってその胸元って言っちゃったけど、ここの部分はね肌色の塗装が入っております。胴体パーツは一体成形みたいな感じになってるのかな。で、手の部分だけ別パーツ構成になってるから樹脂製になってる。内股加減もしっかり分かるようにね、もう内転しておりますけれども、これも一定方向ではなくて重ね合わせてるね、上側の足元だけがより内転してる。これね、すごいよこのちっちゃいフィギュアでね、これだけのモーションを再現してくれてるっていう、これはやばしだよ。そしてね、このぐるぐる巻きつく日輪刀ね、ムチのような形状ですけれども、ツバやツカの先端の部分は、メタリックの塗装が入っておりまして、日輪刀に至ってはとても粒子の細かいメタリックパープル、ごめんなさい、メタリックピンクです何を言ってるの伸縮自在な日輪刀っていうところをね、造形一つで表してくれているんですけど、こちらも一定方向に流れているわけではなくて、下方向に行くにはちょっとねじれているっていうね。そして三つ編み部分の下を通りながら前方向に展開していく。刀身の先端の部分は自分の体を包み込むようにこう回っている。こう、これはめちゃめちゃすごいよね。巻きついてる日輪刀がね、それぞれポイントポイントで接着されております。たわみ方にもね、ばらつきがないような工夫がされております。これはすごいよ、めちゃめちゃいい。これだけ体をねねじらせてることで、支柱部分がね横方向にこう出てくるような感じの見え方となっております。アドバージモーションはもうめちゃめちゃすごいよクオリティがもう半端ないもん。鬼滅の刃アドバージモーションの第6弾全5種類を開封レビューさせていただきました。フィギュアのコンセプト自体は初段からずっと受け継いでいるアドバージモーションですけれども、キャラクター一人一人の際立たせ方、場面のシチュエーションの再現度、それを全てデフォルメチックにまとめ上げてくれてる。完成度はめちゃめちゃ高い、まあ食玩ですけれども食玩なんですけれども、これだけクオリティの高いフィギュアを叩き出してくれているっていうのは、これはすごいなと思います。ワーコレに比べてお顔の癖っていうところはかなり軽減されております。かわいいなのでね、まあ実機でこうなかなかゲットできないワーコレをこっちのねアドバージモーションの方で補填するっていうやり方も一つの方法ではないかなと思いますし、ぜひねお迎えしていただきたいグッズであります。ここまでのね躍動感あふれた食玩のフィギュア、これはねワーコレよりも勝ってると個人的には思っております。いやー、すっごい楽しかった。今日はもうみつりちゃんも真面目にレビューさせていただきました。皆さんにこの素晴らしさがお伝えできたかどうかな、ちょっと不安なところもありますけれども、これからも、まあ、魅力ですね、全ての魅力をですね伝えていきたいなと思っております。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もしていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。